僕は笑う、寝る前の僕は歌う、長い一日の中で寝る前に僕は元に戻る。寝る前の僕は不思議、寝る前の僕楽しげ、寝る前は冴えてくる。決まったためしかない。
だってさ最後はいつも突然やってくるからね。最初や途中は何度か心の準備できる。でもさ最後はいつもいつの間にか終わってるのさ。あれが最後だったんだな。最後の言葉はいつでも決まったためしかない。だってさ最後はいつも突然やってくる。最後はいつも突然やってくるからね。最初と思っていた日が最初だったりするし、出会って最初の食事が最後の晩餐かもよ。あれが最後だったんだな。して思えばあの時はわからなかったな。わあ、あれが最後だったんだな。わわわ、最後の言葉はいつでも決まった試しかな。最後はいつも突然やってくる。突然やってくる。突然やってくるからね。眠たくないから眠れないことで焦ることはない。食べたくないわけばそれがまずいから、好き嫌いはあって当たり前、馬が合わないのはそいつが悪いから、心が狭い
すげー逆気持ちいいよ。楽しくなっちゃうね。うまいね、楽しいよね。あこ怖いな。してる毎日つける季節もある。誰かが読むこと意識して、自分が主役のドラマを残そう。死ぬこと知らずに死ぬ人や、余命を数えてゆく人や、いろんな人さまざまな日々、いろんな人気が本屋に並ぶ。する他人の暮らしは覗きたい。プライバシーがにぎやかに並ぶ。死ぬ人や
滑るよ。
Thank you.
じゃあ皆さん各自の普通で、私の普通は最高です。最高は普通なのだ。イエーイ。気晴らしなんかじゃ気は張らないとは思うまいか。思うまい。じゃあゆっくりとしていってくださいね。気晴らしなんかじゃ気は晴れない。気晴らし気分転換ララララララ、嘘嘘嘘ちっともらうならじゃない。
しか信用できない、ピンとこない、なななな、はい。
男、顔のシワをペンでなぞって、それだけで楽しい強い心、私は退屈を知らない、自分の中から娯楽は吹き出す、俺様は不幸せにはなりっこない、俺の中から幸せは湧き出る、ありがとう。トモ君へん。トモ君へん。なんだか怖い。帰ろう。森くんみたい。ショックだったりして。嘘だよ森くん。森くんに似てると言われた今、とても嬉しかった。みんなハッピーかい？僕の返事が届く頃、それを読むのは別の君、僕に手紙を書いた頃の君とは違う、いつ読まれてもさっさわりな手紙、どうもありがとう。いつもいつもどうも。こんにちは。お手紙どうもありがとう。さようなら。
年は悩む。でもすぐにやめる。一晩ぐらいは邪魔されてあげるよ。でも一息早き一歩一歩僕はすぐにさっさと先に行くよ。悩んでも腐っても愚痴ってもつまんない。天才に休んでる暇はない。悩んでも腐っても愚痴ってもつまんない。天才に休んでる暇はない。絶好調の君にも邪魔者が口出す。付き合いのいい君は少し考え。ありがとう、お客さん。お客さんのお肌は宝石のように綺麗だね。立松です。いやー、本当にお客さんの髪の毛はどうしてこんなに。わかめの食べ過ぎかな。髪の毛多すぎるよ、君たち。せいぜい僕ぐらいにね、減らしなさい。どうしてそんなにお客さんの髪の毛は豊かなんだろうか。僕は蜃気楼の中にお客さんの髪の毛が。悔しいよ。ください。それ横山弁護士じゃないよね。立松和平です。え、立松和平です。こんにちは、渡辺さん。いや、渡辺さんにこんなところで会えるとは。遠くに来て見るもんだな。
横山やって横山横山眩しい。イエーイ、万能です。それじゃあここで少し緊張緊張緊張る。イエーイ。世界で2番目に公開します。世界初公開は先日仙台で、新宿は世界で2番目の公開。新曲を一発あなたへ。忘却 to happiness。 忘却、忘れることですよ。忘却 to happiness。 昔は線のリンゴ背負ってた線香全部食べるつもりで、中のカゴに重たい。僕はそのうちくたびれて、カゴもそのうちくたびれて、穴からリンゴポロポロ。たのが最高のリンゴ。昔は五線の英語知ってた、五線語全部喋るつもりで、ほとんど忘れた。使えるのはイエーイとかワオだけ。この言葉たち最高の言葉。ワオ、イエー。少しずつ忘れてくおかげで、少しずつ幸せに近づいてくよ。忘れちゃったようなことはきっとそんなもん。忘れちゃったようなことは所詮そんなレベル。大事なことがほらどんどんくっきり、脳みそがとろけてくおかげで、幸せに近づいてくよ。忘却 to happiness。 僕は誰、わしは誰、わからない。わーわーわー、ものすごく幸せに近づいてるよ。昔は線の人生夢見てた、ポロポロ忘れて忘れまくって、残った今が最高の日々よ。いいと
よだけ届いてよ。さよなら愛しい恋人よ、そういう風に終わりたい。最高の頃の最低の僕を記憶の中から消しておくれ、あれは幻。いいとこだけを覚えてておくれ、悪いとこ全部忘れていいよ。いいとこだけを覚えてておくれ、まともだった頃の最初だけ届いてよ。ノリよ、覚えてておくれ、楽しかった頃の最初だけを、いいとこだけを覚えてておくれ、悪いとこ全部忘れていいよ。いいとこだけを覚えてておくれ、まともだった頃の最初だけ届いてよ。何を隠そう、レコーディング中ですここで今日ここに集まってくれた6万人の皆様のためにレコーディング途中経過報告テープを私持ってきました。ちなみに小さいラジカセは渡辺さんが持ってきてくれました。みんなに教えてあげよう。そんなにそこらにタバコ買いに行くほどの暇はないと思うよ誰かに頼むぐらいの余裕はあるけど。じゃあ、あ、小さいな。ネガチャーフ&ポジカ、ネガチャーフのネガは声ネガティブのネガディスポジカフのレコーディングがうまくいってないな。ポジティブ、イエス。渡辺さんのラジカセ。あ、これボリューム上げすぎだよ。あ、ボリューム違う違う、あんまりボリューム上げると。あ、タバコの火燃えてるじゃん。ほら、二人の王様
なんか集中力欠いたそういう感じで進んでますお、渡辺守さん、静岡からお越しの渡辺守さんからのリクエストで、じゃあもう一曲また変だよこれ、うん、よし、集中。僕はあなたから足りない、それはいつも僕が途中でやめるから、僕はまだ誇り足りない、それはいつも僕が途中で逃げるから、だから僕は幸せでも不幸でもない、月は最後までやるよ、今度は最後まで、途中経過報告テープコーナーでした。なんかしんみりしちゃった。あ、いつ売られるか、あー、それはいつでしょう3211月にね、トモフスキーの靴してシングルが出る、後ろ向きとね、ネガポジの歌が入ってて、で3月にフルアルバムが12、3曲ぐらい入る予定でございます。でよろしく、気分を変えて着替えます。一緒に歌おう、あの話の続き、鈴木じゃないよ、あの話の続きが見たかった、僕自分でダメにした、あの話はあそこで終わりじゃない、バカだね、君もバカだよ、最高
ムのアリンコの穴、巨大なダムのアリンコの穴、巨大なダムの美しい思い出が数えきれないほどあったのに、今がとてもめちゃくちゃなら全部なかったも同じこと、気さくな人たくさん、優しい人もいっぱいいるのに、ただ一人のおかげで世の中全部敵に見える。嫌なことはたった一つでも、たくさんの素晴らしいこと全部チャラにする、チャラにする、ロロロロ。わけがわからない狭い声
の準備心がないくせに心を開こうなんて無茶なことしてた作るよここに心をいくらでも見せびらかそうその時はちゃんと見てよ眺めてよほら覗いてよ、hey!仕事いつかはガソリンたちが音を立てて混ざり出す一人では出せないようなとんでもないもうスピードI'm not afraid to die.
後までやるよ、今度は最後まで。僕はいつも笑い足りない、頭でキュッキュッとブレーキかけてきたから、僕はいつも怒り足りない、話し合いも口喧嘩も避けてきたから、それで僕は幸せにも不幸にもならなかったよ、次は最後までやるよ、今度は最後まで。そしてページをめくればすごい憂鬱が待ってるかもよ、でもね今度は最後まで。偶数の偶、奇遇。お、違うシャツだね。がっかりさ。がっかりさ。やっぱりな。韓国紙はいらない。するよ、頑張